皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の9回目、今回は単項式の乗法についてお話しします。単項式と単項式の乗法、掛け算ですね。これは係数は係数同士、文字は文字同士の積を求めて計算していきます。ではこの3つの計算、これを使って説明していきます。括弧1、8a×-3b。 係数というのは文字の前についている数字のことでしたね。ここでは8と -3 ですから、 8×-3、 これは係数は係数同士、文字の部分は a×b、 こうなります。係数の計算は8×24で -24×ab、答えはマイナス24ab と、こうなるわけです。ここでは説明するために細かく書きましたけれど、こんなに細かく書かなくても構いません。例えば括弧に 5x×-y、 係数は x の係数5、 y の係数はこれマイナス1ですよね。だから係数は 5×-1×x×y、 ここで一気に答え -5xy と、ね、もちろんここの部分もね、できちゃう人は必要ないかもしれませんね。一気に -5xy とこう出しても構いません。括弧3番、8/5x×7/4y、 分数の場合も同じです。イコール8/5×7/4、これは係数ですね。かける x×y、 約分をしますね。8が2になって、4が1になって、そうすると分母は2714と、分子は5、そして文字の部分が xy と、14/5xy と、これが答えになるわけです。このように単項式×単項式、これは係数×係数で、文字×文字で計算していきます。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。